ここの道の駅は、いや、お茶の間も言われてないです。ここはシルクウェイなんとか、シルクウェイ日原っていう道の駅です。日が暮れたら暗くなりますよね。ご自慢のフライパンさ、出番は、そう、シルクウェイにいっぱらテレビつけてる。大雑把な説明だな。でもニュアンスは伝わりますね。7くらいですかね。季節具合、キャンプはするつもりなんですけど、今日は夜まで雨みたいなんで宿にしました。あ、荷物の受け取りだ。そうだ、何時だっけ。ですね、何時までだっけ。宅急便の営業所は、増田のあけぼのセンターっていう営業所なんですよ。あれ何時だっけ。発送が18時までで、窓口は19時まで開いてなかったっけ。あ、土日は開いてるはずです。休日も開いてるのは確認しました。いや、連絡してもな。何時までだっけ。18時までかな。え、宅急便18時までとあります。黒猫20時ぐらいのイメージですけどね。あ、21、じゃあ楽勝ですね。ありがとうございます。そう、雨だったら私は基本的には走らないです。今回みたいに旅行の一部でなければ。小獣とリスナーってどういう、確か料理タグだと小獣とリスナーってイメージ分かる。これはこうしなきゃっていうような話をよくするみたいな。あれ、またずれてますか。もしかして台座が緩んできたかな。時間が、そうですね、どうでしょうか。心配性、なるほど。ちょっとカメラの向きが、 GoPro の向きも心配になってきたな。 GoPro も下向いてんじゃなかろうか。ですね、あ、いや、だいたいいいな。あと思ったよりも青いな、グルーガンのドロドロが。GoPro はまだ4時間ぐらい録、あ、給電できてない。 GoPro がこれ電池切れる、このままだと。車でお互い様ですよ。まあ優等生みたいな言い方してますけど、実際そう思いますね。互いに邪魔であることは。よし。あれ、これ中にも水が入ってるか。何キロぐらいかって言われると、何キロだと思いますか。というなんかのキャバクラで年齢を当てさせるみたいな。新しいバッテリーは軽くてこうより割ればいいですけどね。まあ本当に20キロってとこです。まあ、サイクルコンピューターついてないから分かんないんですけど、正解は今ここで見てください。多分今ここだったら出るはず。当たったら、お前いいやつだな、なんかお前うまそうだなみたいな。まあ本当にでも20キロかそれオーバーぐらいですよ。いやか、
20キロで、まあそうなんですよね、お互い様ですから。固いこと言うなよ。あ、これ当たると痛いですよね。固いこと言うなよは英語で言ったら何なんでしょうね。スピークフランクリーとかなのかな。柔らかく言えよみたいな。うん、宿は夕ご飯ついてます。8時ぐらいまでだったらなんとかって言われました。うん、どんとせなんて。お、雨がさっきまで降ってました。もう今完全雨装備で走ってます。何あのチャラチャラ鳴らしてる小学生は。ジェントリー、キルミージェントリーみたいな感じか。まあ優先っていうのもあるけど、本当お互い様ですよね。っていうか世の中あの言いたいからあの批判してるだけの人が多すぎ。車に乗ってて自転車邪魔だって人もいるし、自転車乗ってて車が横柄すぎるっていう人もいるし、それはどっちともそうなんだから、あんただけが自分がなんか一人迷惑かけてないかと言うなよって思いますね。晩飯そう、怖いのありますね。聞こえない。聞こえねえ。うん、自転車ルール、そうそう、それある。お様ですよね。思いやり、うん。あのそんな綺麗事って言われるかもしれないけど、そう思いますけどね。晩飯なんだろうな、この辺で晩飯って。まあでもすごく安いとこなんで、一泊二食5000円ですよ。細かくアップダウンがある。国道、あれですね、平地が少ないってことですね。 お安いでしょう。30キロ以上ちょっと無理。でもあの自転車はできるだけあの寄るようにはしてるんで勘弁してください。決してあの走る権利があるからといって真ん中を20キロで走ったりしないので。おかしいな、下りばっかりのはずなのに。この辺り何ですかね。何か書いてあったな、どっかに。うずめ飯は食ったし、今日でこありました。つまので自転車組み立てて放送の準備をしようとしてたところに、広島から来たある方、一応名前聞いたんですけど本名だったんで、ある方にご挨拶、名刺渡すの忘れた、名刺忘れた。多分ツアーの止まりじゃないかな、あの人は。忘れた。別に欲しいかどうかっていう話じゃなくて、欲しいと思われてるかどうかの話じゃなくて、儀式として忘れてた。せっかく今回また10枚12枚だっけ、あの全種類揃えてきたのに。まあそれもらったからでどうってわけでもないんですけどね。ん、軽量か、ん、サバ缶、うん、ご飯は宿です。民宿みそのさん、うん、礼儀、社会人としての礼儀ですね。あ、今結構脱ぎたいです。ちょっとアップダウンがあっただけで結構暑くなってきた。15キロありがとうございます。でまだやっぱ結構あるな。ちょっと脱ぎたい。でも脱ぐと土砂降りが来るっていうフラグがあるので。タイヤ、うん、
警察官なんで1時間、私は1時間かかりますね。1時間ちょいぐらい忘れた。んメール公開してるんですよね。あの名刺を作ったサービスの会社が、会社のページで。まあでもまた消えたかな、タイムアウトで。晴れた晴れた。スピードは今本当に20キロちょいくらいだと思います。うん、海の幸ですね。今日は増田まで、うん、スターウォッチング日原天文台、うん、どこが降り出した？あ、山口。ただいまの速度 13.4 キロ。 3.4 は今ここですかね。去年のゴールデンウィークは敦賀からスタートした時かな、くらいですね。ああ、暑くなってきた。完全に出ますね。あ、ランチパック忘れてた。まだ8時ぐらいまであるから猛烈に食いたくなってきた。天文台スターフォレスト三園っていう天文台にいたことあります。全然場所違うけど、いや今日下りの下り基調なんですけど、あっつ、はあ、どうするかなこれ。とりあえず上だけ脱いどくか。あのこれ濡れるっていうかですね、内側からディナーパック、あーっつ、蒸しますね。あっち内側から濡れるんですよね、汗で。で今は上があの黒いスカイっていうチームのジャージ、聖火のジャージで、下が100均の薄青いレインズボンです。この格好どうなんだ。ランチパックは私は好きですね。ベトナムラストランみたい。ちょっとじゃあここに突っ込んどこう、スカートの中じゃなくて。急に湿度が高くなりました。気温がまた。いや、ありがとうございます。あれどこ行った？あった。ランチパック、出雲ぜんざい風。粒あんと紅白の牛皮を合わせて出雲ぜんざい風に仕上げました。私、出雲で本当にぜんざい食ってるからうるさいですよ。これはちょっと出雲じゃないなっていうところを突っ込みますよ、私は。これはなんかの配送工場ですかね。配送場。今ちょっと一つだけ。よし。ランチパックはですね、何種類あるんですかね。ツイッターで見たんですけど、確かランチパック専門店みたいなのがあったんですよ、ね、できてますよね。あ、パワラだっけ。うん。お、あ、本当に夕日が入ってる。200キロ、私の予想で240。正解は？正解は？どこだ？あ、あった。1個140キロカロリーぐらいだから280キロカロリー結構ありますね。うん、食べない、大丈夫。あの脳の部分先に食べるから痛くない。私はたい焼きもあの目の上あたりから食べ始めますよ。老人パック、あ、本当に紅白入ってる、見えますか。そう、たい焼きなんかの脳の分を先に食べればすぐに痛みがなくなる、痛む脳がなくなる。うん、ん、ランチパックに煮物、偽物かな。うん、神あり人材持ち、人材、神があると書いて人材ですね。うん、うん、尻尾から、あの、あとは別の根拠として、最後にあの、あんこがあんまり入ってない尻尾のあたり食って、まあ、口直しというか、口の中の甘さをリセットするっていう考え方もあるらしいですよ。そう。うん。出てそのまま食ってます。
美味しゅうございますか、で、まあ、出雲かって言われると出雲かどうかなんて分かりませんよね、こんなんで出雲かどうかって言われると別に出雲でも何でもないと思う。あ、挟まった。あ、そう、私ひよこもそうですよ。ひよこもあの頭の部分を先にバクッと食ってあの苦しまないようにしてます。ひよこはですね、尻尾の方から食うと喉落ちもあるんで。あ、マスダシ、すぐそこマスダシだった。こっから先はパニアバッグは大きめの方です。前から持ってました。雨ありますね、剥がします。あ、でもその食べ方ありますね、そうそう、あのひよこの皮もうまいんですよね。メーカーひよこ、あれメーカーひよこって福岡ではないんですかね。別にあれどこのメーカーなんだろう。昔アニメにも出てきたからな、未来設定のアニメにもメーカーピヨコってのが、あれ福岡でいいんでしたっけ。シロリアン、いやこんなんではなくてカウボーイビバップっていうのが出てきましたけどね。またこれだ、先福岡でいいんですかね。あーダメだ、ちょっとあの暗い中を行くのは嫌だな、こっち側行きたい。あ、ありがとうございます。これ別に脱出しないから入りやすいように隙間作っといてくださいよ。よし、トンネルか、早速、さすが自転車で乗るなって書いてある通りのことが、あのまずですね、このレインズボーン、100均のレインズボーン、尻が真っ二つです。うわー、そうか、今あれだ、今これまたぐ瞬間に避けたんだ。レインパンツ真っ二つでございます。今ですね、ちょうど股下あたりまで避けました。まだ前は避けてない見せられないんですよ、うまくマップタスでございます。今なんかパチって音がしたなと思ったんですよ。写真後ろから撮ったけどどうかな、映ったかな1時間でまあ100円だし、シティが裂けた届けが、まあでもこれでもまだ雨具としての意味ありますけどね、足元が問題だから。そう、またいるのはそうです、多分そう。あれ？そう、自転車乗るなって書いてありました、ちゃんと。破れるからって。どんどん。そうですね、本当にあの、なんていうかな、線に沿って避けてるんじゃなくて、なんか、丸く避けてるようにもう感じるけどな。あれ道こっちでいいのか、本当にミシンで塗ってもう無理です。あれ、え、これトンネルの出口食いつき、前はもっとでももっとひどい状況にもなりましたからね。ズボンのチャックが壊れて閉まらなくなるという、あの社会的動物として命を抹殺されかねない出来事も起きましたからね、昔。それを助けてくれたのが、前この近くで一緒に走ったマロさん。よいしょ。静かなところ、そうですね。マグナム事件。マグナム菌により解決された。あの黒いズボンに合う黒い安全ピンを持ってきてくれた人がいて、人がっていうのも予想したすぎな。
ビッグマグナム発言。どっかの食事の店でしたよね。うん。表。ん？あ、今カエルの声か。なんか人がなんか喋ってるのかと思った。なんか人がわよ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 って言ってるのかと思ったら。登山配信前やりました。富士山じゃなくて富士山配信やりました。見事山頂まであのずっと映像が遅れて、で下りで遭難したりしました。あの遭難はなかなか面白かったけど、危ないっちゃ危なかったな。自転車で、まあまあ富士山、あれ何町、小川町って駅ですね。だからあの八高線小川町駅。うん、またそうですね。走るのは走ってたみたいなんで、ん、また事故。はたから見たらこれどういうふうに見えてるのかな、風景が。私の風景は、腹割って資料割れましたけどね。ああ、 FMLE が使えればな。あ、誰も尻割れました。尻も、雨具の尻が割れました。てかまた尻に話題戻してしまった自分で。下山した。ん、どこで。ストリートビューの、実際ストリートビューは自転車で撮る場合には自転車本体がえらいゴテゴテしたやつですよね。あの前後にポールが立ってて、うん、OK ですか？そうですか？これ一桁国道だったのか。ヒューゴって言われてたな、そういや。あ、久しぶりの人いらっしゃいませ。今日は雨予報だったけど、まあまあまあ降られたけども、全面的に降られずには走ってます。全面的には降られずに走ってます。日本語難しい。明日は萩まで70キロぐらいあるんで、明日もいつまで雨が降ってるかですね。さっきコメントで明日は降る予報じゃなくなったって聞いたんですけど、どうかな。霧神様のご利益。霧神様、諏訪の戦域、密接バスみたいな。5時半か。彼岸花の、あ、巾着だですか。あそこ、あれすごい人でしたけどね、放送の時には。あと暑かった覚えがある。暑い、あれですね、 Google 1位の餃子、白餃子でしたっけ、ホワイト餃子か。あ、うん、回復に、そうですね、期待したい。まあ、X バンドのアプリがあると言っても別に振られないわけじゃなくて、振られる覚悟ができるだけだし、しかも数分でいつの間にか上に来てるし、さっきの西原駅の手前で振られた時はちょっとびっくりしましたね。真上にでかい塊がいつの間にか来てたから。マグマよけ、タンデム、県によって OK か OK じゃないかが違うやつですね。2人乗り自転車、3人乗りとかどうなんですかね。あの一番前をなんだろう、一番前が女性で、2番目が痩せ型で、3番目があの筋肉質型の男が乗って走る3人乗り自転車とか。いや、こんなネタ通じないか、一般的なニコ生、あのニコニコ世代には。そうそう、ドクロベー様的な。わかるけど。あれなんかロケットエンジンついてましたっけ？ヤッタマン世代ですね。払えない。サイクリング、目を追っちゃちょっとまずいですね。
ラジオ的に聞くんだったらまだありかもしれない。しかしそれもイヤホンで聞いちゃいけないですからね。今私はいけないとは思ってないけど、叩かれる風潮ができてるのがやばい。コナン、あれ、コナンの里はどこだったっけ。コナンの里は、あれ、エロトモさんも同世代かな。何知ってますかね、若いのって。コナン見てないんですよ。コナンで知ってるのはなんかペロってやつだけ。何だったっけ、ペロ。そう、ミクロマン世代、ロボコン世代でもある。なんで言えないの。お、いらっしゃいませ。あ、ラジコ。月光仮面はちょっと違うかな。そう、ペロ。イヤホンは法律的にはまだ禁止されてないと思います。条例の解釈によって違うんですよね。ただ今ツイッターで自転車片耳イヤホンでツイッターの検索タイムライン1個作ってるんですけど、それ見てるとまあ叩かれてますね。パトカーの警告音とかそういうのに反応できない状態がアウトっていう風な規定があって、ただしそれの具体的なパターンとして、イヤホンなど使う場合って書いてあると、じゃあイヤホン 100% ダメなんだなってことになりますよね。だからその解釈によって違う。青空見えてますね。よし。そう、両耳でも本当は聞こえればいいはずなんですけど、聞こえてるかどうかって旗から見ちゃ分かんないんですよね。だから違反してる人がもう絶対に検挙できなくなるんで、理由、ただ集中力が落ちてるっていうのは私もこれ完全に当てはまるんで、それがもうなんていうか、安全運転のために、安全運転に少しでも害になるようなことは 100% 認めないっていうルールができたら、もう放送も全部ダメですね。あとは目もそらしちゃいけなくなってしまうけど、まあそれはあれだな、揚げ足取りだな。そう、大音量もあれもダメだと思います。バス叩くの、そうそう、本当にみんなもう叩く、なんだろう、ネットで今広まりが早いから一斉に叩くあの様子が大嫌いです。私は自己責任って言ってくれば自転車側は OK と思う。お腹はさっきパン食ったんで、そうでもないです。なかなか美味しかった。マスコミ、同化、同調ってことかな。あ、手信号、それもありますね。あ、今急増の方行きたかったな。まあいいか、短そうだし。そう、叩くこと目的の人が大嫌いです、私は。まあ、叩くのも目的かどうかって判定もできないけど、あれ絶対気持ちよくて叩いてますよね。人を悪く言うというのは本当に気持ちいいことだと私も思うので、私もコロナでいろいろ思うことはありますけれども、それをなんか周りに全部吹き出すのはちょっと恥ずかしくてできない。そう、私もその叩いてる人を叩いてるっていう状態になってますからね。あんまり言うと本質を理解できるのかというか、野心まで聞いてくれることになる。それはちょっと違う。これ右側の旧道に行こうと思いまして、楽しい話題、どうしてもなんかニコ生だとこういう外にいようともそうなりますよね。まあこういう旅行だと常にネタがあるわけでもないので難しいですね。この辺りがこの辺りです。あ、なんか CM があったな、そういう。そう、関東の辺りむちゃくちゃ降ってますよ。関東
導入した X バンドでデフォルトが関東設定なんで見てみたら、あの雨が降ってない地域がなかった。同じやつが作ったんだからしょうがない。同じやつ、あ、2個、2個、2個がってことかな。ブラック職場。そろそろ、ワンワンの予感。しばらく吠えられてないですね。好きな歌手、全然知らないんですよ。今足が少し蒸れてるかな。消化村塾ってどこでしたっけ。消化村塾は何だったっけ。あの藩とかの時代の藩って藩ってなんだ。萩でしたっけ。じゃあまだ行ってないです。萩今回初めて行くのでコメントあれる。今日の昼間は割となんかあの同じ長いコメントをずっと言う人いましたね。でもそれに対応するのもなんか面倒だし。萩はこれから今回初めて行きます。萩の月食べたい。萩の月、え、萩の月は萩じゃないですよね。萩の月は仙台じゃなかったっけ。エンペラー仙台ですよね。でもなんで萩の月なんだろう。魚か。萩そう、石見銀山最近 YouTube で、あれ島根アピールのやつだったっけ。なんかあの鷹の爪団のなんだったっけ、吉田くんの若い頃っていう、吉田くんの若い頃のなんか動画いくつか上がってましたよ。あれこれミッキー大丈夫だよな、逆走してないよな、びっくりした。あとそれ経由で知ったんですけど、逆だったかな、それか後だったかな、あの読み上げの音声で吉田くんのやつが欲しい。吉田くんのあの滑舌の良さは読み上げに向いてると思うんですよ。吉田くんのボイスロイドでしたっけっていうのがありますよね。うん、ちょっと晴れてます。うん、明日萩に行きます。晩酌酒飲めないんですよ私は。吉田くんの難しいあんな潰れた声。次明日行く予定です。うん、マリオさんから、いや、もともと私は見てたような。子供のなんて、去年アマルベは去年のゴールデンウィークですかね。うん、到着できないって、萩までマスターから70キロぐらいのはずです。そう、おっさんばっかりです。あ、すみません、言い過ぎました。あの、ね、いや、年配も良くないな。割となんて言うんだろうな、シニアな方はもうちょっとご部屋あるな。下松陰神社ですか。え、何ですか。でも若者の中には結構あの年食ってること自体が害悪っていう感じる人も多いですからね。まあ実際否定しきれないところもあるし。ああ、シビア、何でしたっけ。カレー臭、スメルオブカリー12,3、12,300円ってことかな。リスナー、いやいや、いやいや、言い過ぎました。 1% くらいかな。今のおっさんです。シニアって言葉の方がおっさんに聞こえる。確かでこの放送の読み上げを、そのボイスロイドでやらせるやり方あったはずなんで。ただ問題は結構その世間的に多分このゆっくり音声よりも有名な吉田くん音声を連れて歩いてると旗で聞いた人がどう思うかっていうのはありますね。まあどうせ皆さんのコメント毒舌だからちょうどいいかな、吉田くんに読ませるのは。ん、何聞きながら。毒舌毒舌。見た目が年齢です。
それ若く見える女性がってことかな。毒男配信。毒。お。おお、アンカーとか、あ、アンカーがいろいろ置いてあるんだ、ね、アンカーのマウンテンバイクがいっぱい置いてある。珍しい。アンカーのマウンテンバイクって正式ラインナップにあるんでしたっけ。あるか。しかもなんか黒森フレームっぽい細いやつが多い。なんかマニアックだな。吉田くんの中の人はフロッグマンさんですね。アンカーいっぱいありましたよ。本当に見ていく。いや、珍しいと思っただけで、私そんな自転車詳しくないので。あ、そういうアーツさんがツイッターで書いてたな、あの自転車乗りには三味線好きな人が多いっていう。なんかヒルクライム大会で入賞したりしときながら初心者と行ったり、あの人の自転車まで組むようなことやっておきながら自転車詳しくないと言ったり。三味線こいてんじゃねえぞっていうあのアニメもありましたね、うん、慣用句ですね。三味線弾くっていうのはまあブラフというか、あの自分に有利なようにっていうニュアンスが含まれてるかな。自分に有利なように自分の能力を偽る。三振、三味線と三振はちょっと違う。味が入ってない。試合の前に怪我してないの？怪我しました。うん、怪我しました。ああ、そういうのもあるかも。謙虚でもですね、あのポタリングしますとか言って嘘つく人は一番良くないですね。標高差2000メートルのポタリングとか絶対言ってる人いる。絶対やった人いるはず。あ、ここにも焚き火あったのか。ここは、あ、虚言。私は三味線できるだけ弾かないようにはしてます。確かに私はあの謙遜しがちだと自分でも思ってはいるんですけどって口で言うのもちょっと恥ずかしいけど、でもなんか過剰な明らかに嘘な謙遜みたいなことはやらないようにしてるつもりです。良さ、良さかな、うん。今日自転車買ったのロボさんのせいにしていいですよ。あ、いや、うんうんうん、別にです。なんか安いですよ、安いですよ。あ、自分の自転車の値段とかですね。私は正味の値段を言っておりますから。あ、初見さんいらっしゃいませ。自転車の巻き込み注意っていうのは見えたままを口に出してるだけです。あ、スケメイキをありがちですね。あるある。な、何を出すんですって。ん、何がですが。価値観、うん、そうですね。お店に文句も言わないですね。私はなんか権利を主張する系のやつが苦手で、それ悪いこととまでは言わないけど自分ではちょっとできない。ロボさん、俺らの米無視ししていいから車に気をつけて、うん、まに、あ、そうですね。自転車は値段が全てだ。君はお休みどころ。またここにも吉田君が書いてある。増田へよう。金、あれ、これいいんだよな。ここはなんか君は変装と、うん、5万がありました。お、まだ持ってる。うん、あの坊主じゃなかったけどお坊さんでしたね。ゴールデンウィーク中ってなんかその法事とかやるタイミングでしたっけ。ルッククロスで。私もそうですね、機材は自分の使い方だったらそんな大したものいらないとか言いながら、多分買ったら10万ぐらいの買っちゃいそうな気がするな。5万から10万ぐらいの間の多分買うとしたらクロスバイク、今のが壊れたら。なんでだ。うわ、うん、そっか。そこの寺の後ろだよ。そこの。スタッ
端、うん、フレームは今のところなんともないですね。あ、これ左行ったらダメかな。あ、ダメだな。うん。反対車線、あ、本当だ。何これ。なんでこんなに。うん。そう、そうですね。XTR10 年ものそうです。リアディレイラーだけ XTR はもう交換したんだったかな。さす、うん。ここはチタン。チタンフレームも別にこだわりはないです。ん？何を残す？ああ、しかし電波いいと。まともに放送できていいな。最近峠ばかり行ってたら全然電波なかったですからね。本性的にはその切れるのを気にしなくていいな。人が増えてますね。電波。反対側。もう雨雲はそんなに切れないのかな。これだったらもうちょっとできたかもしれないけど、道の駅は確か増田の近くにはないですよね。海沿いに5、6キロ行ったらあったっけ。10キロぐらいか。しかもそっちの方の道の駅はキャンプ場併設なんで、そっちに泊まらずに道の駅に泊まるっていうのもちょっとなんか言われそうだし、でそのキャンプ場の受付が5時だか6時までなんですよ。なのでちょっと今回野宿しづらいなとは思ってました、もともと。うん、たまり割となんか吉田君的な観点ですね。ん？ 700？ 使えるんではそれは。ん？何を買う？守り、うん。ん？付けの何だった？ハートクック。つまり心臓発ってことか。発するよりってことだな。まだ海っぽくならないな。あと川どこ行った？確か高津川沿いに発なのに、あ、もう少し先で合流か。ん？竹。あ、竹自転車ってありましたね。あれもむちゃくちゃ高いんですよね、確か。え、10万そんなもんですか。トレーニング。チタンは松坂牛なのか。松坂かな。うん。チタンは若干軽いらしい。え、ラスベットのチタン、あ、竹フレーム持ってるんですか。ここでブルジョア縮めとかいうのはちょっと違うな。さすがだな。マホガニーって何でしたっけ。マホガニーって、いかん、頭の中にマテガイしか出てこない。暇がない、暇がない。ね、木材ですか、魔法ガニ。ああ。木なのか。あの、スタンとかそういうやつですかね。来た。へえ。竹ひご。野球中継はナイターってことかな。モッシュフレーム。モッシュフレームはあっという間にかびるので。バット、ギター、はい。こっちはもう完全に止んでます。この尻が破れたやつもう抜こうかな。レインズボーンは多分、うん、これはまあゴールデンウィークという以上に人
宅方向じゃないですかね。その都市部、都心部、都心じゃない、なんて言うんだろう、あの市街地、あの勤務地である益田から帰っていく人たちじゃないですかね。うん、雨がさっきからもう全然気配がなくなりました。じゃあちょっと久しぶりに X バンド見てみるか。まあどうせ何もないでしょうけどね、周りに。あれ男、そうですよ、そうですよ。帰宅中、帰省中かな。うわ、結構濡れてる。寝袋は1ヶ月、2ヶ月、1ヶ月ぐらい前かな。ちょっと、濡れて反応しなくなった iPhone が。反応しねえ。iPhone が反応しないんですけど。あれ、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 あ、反応した。残り8%だ。よし、全然周りに雨雲なし。西の方にこれ何十キロぐらいだろう。広島の方は降ってますね、パラパラ。19時ぐらいに行けますかね。よし、じゃあ脱ぐか。ああ確かにこの中蒸れてるな。ズボンが濡れたままこのレインズボン着ちゃったんで、なんか蒸れてますね。多分これ脱いだらズボンが一気に乾いて冷えるはず。すいません、ああ今日はちょっと無理じゃないですかね。お、何この橋。お、イエス、タコ橋充電。イエス、そう、すごいことに。これは何ですか。おー、あーでも今日は宿に他の人もいるだろうからちょっと難しいと思います。一人部屋だと思うんで、も普通の民宿だし。おー、何これ。皆さん今ここで見るとなんか面白いものが見えると思いますよ。神奈川の川にピラニア発見。ピラニア、じゃあちょっと自分脱ぐ、自分脱ぐ。うわ、うん、レインボーブリッジ、宿のおばちゃんとアイベア、タコムバシ、おまわりさん、この人です。わら、やったボツでジップロック買った方が良いよ。あ、ジップロックはもう持ってきてます。送った荷物の中に入ってるんだっけな。もう6時、あ、6時なる。タコ足って小さいの何個も繋ぐより6個口ぐらいの買った方がいいから。って書いてあるんですね。で、そう、橋の上というか橋のたもとで脱ぎました。で、私のズボンがどうなってるかっていうと、こうだ、こうなってます今。で、近すぎて分かりづらいかな。これ、これ。あ、先に写真撮った。ちょっと下に写真撮ろう。うわ。えらいことになってる。ゼロテープで、いやちょっとこれ避けすぎでしょ。そう、マグナムピンでもさすがに無理。さすがのマグナムピンでもまあ100円分のは使いましたかね。というわけで大変なことになってました。どうだろう、今来て走ってるとき旗からどう見えてたのかな。うん、100均もともと1回使い切りのつもりでした。で、これは通気性よし。ちょっと待ってくださいね。マップで現在地で、あ、細い線で書いてありますね、これ。これ向こうにちょっと渡ってしばらく行って、あとは駅までは、対岸側からでもすぐ戻んなきゃダメですね。まあこう言って、うん、向こう側の道行きますか。第4くらいにランクインしました。ご利
第4くらいってのはこれはユーザーコメントなのかシステムコメントなのかわからない。あと第4位とかなんかあの順位っていうのはまあコメント数とかコメントの勢いでっていうのはわかるんですけど何の中でなんですかね、カテゴリーの中、一般とかなんかそういう中ですかね。吊り橋、いや長いんですよこれすごく、途中からあの形も変わってるし、後に、あ、延長できてませんかね、延長できてない、あ、1分単位なのか、あ、じゃあ瞬間的にバーッと上がるともしかしてさっきのあれか、あの尻が裂けてるでランクインしたとかだったらちょっと、あ、できてますかね、ありがとうございます。うん、できてますね。これでな、15時からだからこれで3時間か。継ぎはぎの、これは何を塞いであるんでしょうかね。このビニールも外してしまった方がいいけど、めんどくさいからこのまま行こう。神社の形の鉄柱もいいね。神社の形、あ、これですかね。これは私的に言うと地獄の断頭台っぽい。いや、そこまで予断できる時間ですかね。まあでも大丈夫か。あ、ちょっと高いな。私は高いとこ苦手です。でもいいな。画質 FMLE ですよね。やってみますか、もう一遍。よいしょ。この橋名物じゃないのかな、名前書いてないけど。美容院、かくれんぼ。え、その翔平さんも高所恐怖症なんですか。そりゃ親近感湧くな。それはなんか仲間って感じですね。じゃあちょっと FMLE もオープン試します。まあまず無理だと思うんですぐにまた戻します。多分泣きすぎ。じゃあちょっと一旦こっち側は停止しますね。6時か。ジャンプ。おう。こうやけ。あ、そうか。こっち止めててもちゃんと録音できてるんだ。あ、ダメだ。あ、いや。早く早く。曲が終わる前に。ダメか。一瞬延長失敗かと笑。ダメだ。カラスも帰りました。これで今戻りましたよね。カラスが変える曲も流れてしまいました。もう私はカラスが変える曲には週末は感じないんだけどな。ホタルの光はなぜかあの週末感を感じる。日が本当にそうですよ。冬場は冗談みたいに日が短いですからね。買って古いな。カエル、よいしょ。じゃあ反対側に渡ってしばらく川沿い行ってまた戻ってから駅で荷物受け取り、うん、ワールドエンド、そうそう、あの世界の終末的な意味での終末です。なんか私は子供の頃読んだ SF とかにかなりあのトラウマっていうのか影響を受けているものがあって、特に筒井康隆とか。ん？何の音が。ここの辺りもいいですね。この橋コンクリ橋ですけど、新華橋ってわけじゃないよな。途中まではの吊り橋っぽいので、ここから先はそのバッテリー何時間ぐらい持つの。あ、バッテリーはですね、ロボットさんこんにちは、今日はうちじゃないけど、あの外部バッテリー1個でノート PC が5時間ぐらい稼働します。今ちょっとへたって少なくなってると思うけど、で PC 本体が3時間2時間かそんなもん。
九州は日が長いというよりは遅いんですよね。東西のズレは単純に朝が早いか、朝早く明るくなるか、夜早く暗くなるかの違いで、北海道と福岡みたいに南北に差があると日の長さっていうのも変わってきますよね。東京福岡だと大して変わらないんじゃないかな、日の長さ自体は。つまり福岡の方が遅く明るくなる。時間、朝と合わせてどうかですね。この時間ってなんか戦地な気分になるな。戦地な、うん。農協、確かに。農協人賞、とことんまで汚く描くやつですよね。ああ、でもどんなんだっけ。農協付き行くは、どんな内容だったかな。とりあえずカメラ持った日本人がどうとかっていう。なんかエログロ的な話も入ってたっけ。科学的に言いますと、緯度が同じです。緯度が。ですよね。田舎の農業の団体がむちゃくちゃするやつ。むちゃくちゃする。本当に筒井康隆とかああいうのをくどく書かせたらものすごいですよね。iPad。そう、ああ、やっぱりなんかレイプ的な話もあったっけ。なんかそういうの、あの話入ってたかなっていう記憶はあったんですけどね。あと霊長類南へっていうのも、あれもなんか救いがないやつで。でもそれとは別の幻想の未来っていう方はすごく明るい未来じゃないけど、ハッピーエンドと言えなくもない。カメラ、パソコンは USB 接続です。 Bluetooth はいろいろ痛い目に遭ってて、私はもう実際にどうかは関係なく使いたくなくなってしまいました。ああ、旅のラゴスもいいですね。ああ、確かにあれはいいな。ミミズが地面で溺れた、ミミズが満ち張ってた。旅のラゴスは途中で奴隷にされたり。 Wi-Fi どうでしょうね。まだあれ出るの先になりましたよね。 Bluetooth はなんか霊長類南はあれエロいっていうのかな、グロいですよね。なんか南極に脱出する飛行機に、あ、船か、船にみんなが乗ろうとしてどんどん詰め込まれていくから、その先に入っている人たちが押しつぶされていく様を克明に描いてやるっていう。iPhone 外部カメラ使えますか。 iPhone 外部カメラ、 iPhone を外部カメラっていうのは極光線弾か、あれもなんか気違い的な。ああ、家族発見、そうそう、七瀬シリーズってエスパーっていうか、そのテレパスが出てくる SF の筒井康隆のシリーズは結構トラウマになってます。私は頭の中でどっかで常にテレパスに心読まれてるっていう不安があって、自分の頭の中まで抑制しようとしてしまってるところがあると思う。ブルーソネットとか超人ロックとか、その辺りは知らないんですよ。これ渡ってまだしばらく行って、この先の川が合流しているところで反対に渡るか。ロボさんは悟られだからまだです。悟られ。それは小説が元なんですかね。悟られは映画でそういうのがあるのは知ってるんですけど、原作とか知らないです。あれこの包みは何ですか。NTR。これ流れてないですよね。枯れた川。学生時代に東京から九州までチャリで実家に帰ったやつ。うん。東京九州すごいな。私途切れ途切れで細々行って最終的に繋がったっていうのはあるんですけどね。タイヤ減りませんね。タ
タイヤ、まあ、最近新しくしました。減りにくいやつに。いつまで持つかな。で、このタイヤ重いんですよ。貧困袋が最近重くて。あ、そうだ、この間3日前の、身延線輪行か。あの時、整理券の口に輪行袋で塞いじゃってて、気がつかずにそのまま離れた席に行って、で、最後の終点の甲府まで来た時に、自転車取り行ったら、近くの登山のおじさんから、あ、邪魔になってから次から気をつけた方がいいよって、やんわり言われて、その場で崩れそうになりました。ああ、本当に恥ずかしい、あれは。眠かったせいもあるのか、なんか、コメントでも言われてたの気づいてなかったんですよね。本当恥ずかしいです。何人か言ってたみたいですね。後でタイムシフト見て、お恥ずかしかったです。次から気をつけます。本当にせめて近くにいたら気づいてたんですけどね。1年間は同様にへこむ話として、かき上げ、ララポート横浜のフードコートみたいなとこで並んで食事受け取ったら、その列が実はずっと向こうの方まで通路挟んでつながってて、思いっきり先頭の方に割り込んだことがあるんですよね。あれも後で受け取った後にテーブルに行ってふと見てみると、自分が立ってたところよりはるか後ろの方まで列が伸びてたんで、その時もなんかもうなくなりたいと思いました。いなくなりたいと思いました。極悪だな。それは周りの人が注意しないのが悪い。注意、なんとも言えない。ロボさん、顔が怖いから割り込まれた人。顔が怖いから。何がそんなにいいのかわからない。甲府市に、甲府市、甲府市の何だろう、注意しない、後悔が人を成長させるんですよ。後悔が、それはありますね。全く同じパターンであれば次は多分大丈夫。でもちょっと、25年前、私も10年近く前に来たことがあったんですけど、その時は津和野の街を知らずに通り過ぎました。大公開、そう、逆切れで本当になんか頭おかしい人いますからね。泊まる場所は、あれなんて読むのかな、万竜湖って読むのかな、増田駅のちょっと西側の方にある、なんかこんな形の湖の近くにある。そう、なんか頭おかしいと言いますからね。軍手、いや、もともとこういう色でしたよ。決して私が汗が染み込んでってわけじゃなくて、ドンキ、そうですか。それもたまらんな。気にせずやってるとなるともう本当にたまらん。ホームレス、破れてこうなってるように見えますよね。お、超えられなかった。バン流行で合ってますか、あれ。虫にバンと書いてバンかな、やっぱり。駅はあそこ渡って右の方か、右手に渡ってすぐかな。すぐ。良い人に見える。甲府が？海まだ。あ、気をつけます。グローブなんか忘れちゃったみたいです。それがどっかにまだしまい込まれてるか。おかしいな。いや、やっぱり忘れたか。あそこの椅子のとこに転がしといた覚えがあるから、部屋の中で。やっぱ忘れてるっぽいな。すぐ楽。あ、またなんかさっきみたいな少し味がある鉄橋が。人が歩いてる。車は渡れないタイプじゃないかな、また。革手袋ですか。
ただあの汗を拭う用途があるんですよ、こういうふうに。汗が拭える手袋だといいんですけどね。だから自転車の手袋でこの親指の付け根の甲のあたりだけタオル生地がついてるやつをいつも買ってます。さっきのとそっくりですね。あ、リストバンド特にしてないです。リストバンドっていうのは何だろう、鍛えるためにパンチを、パンチの速さを。黒水、そう、手袋なんか色出ますよね。そうそう、手袋だけしか汚れなかった時に、あの石鹸で洗ったりすると急に黒い水が出てきてびっくりしますよね。グローブ忘れたら野球できないぞ。リストバンドは汗をやめるものでしょ。あ、汗をためるリストバンドが、うわ、ちょっと怖いですよこれ。ちょっと分かりますか、俺どうなってるか。怖っ。前方見てればそうでもないけど、下見ると怖っ。透けてる。うわ、これなんか小銭とか落とすとアウトですね、鍵とか。怖っ。あ、リストバンドで汗拭くのか、なるほど。あー、それはいいな。そういう用途を考えたことなかった。結構怖いですよね。よし。そう、この橋渡るべから、いやいや、駅は、これ国道沿いに行ったところが駅で、で、あけぼのセンターっていうその宅急便の営業所を今探さなきゃいけないんです。あ、そうか、こっちに曲がるのか、必ず当然ですね。リストバンド知りませんでした。何ですね、またなんか瞬間的にあったっけ。もう1分単位してるってあれですね、本当になんか定常的にコメント流れ続ける放送だけが上位を占めるんじゃなくて、瞬発力ものある番組をそのピックアップするために1分単位とかいう極端に短い時間になってるんですよね。ちなみにちょっとこれであの宅急便の営業所探します。あと 4% だ、やばい。なんだっけ、あけん微分センあけぼのセンター、そう、放送の瞬発力。出てきたあけぼのセンターは、これ鳥栖ってどこだ、久留米の近くの、あの鳥栖か、小郡市の西側の鳥栖が出てきた先、確か川のあたり、なんで見てグローブ忘れちゃったんで、黒猫山本で探すか。黒猫山本鳥栖は、あれ佐賀でしたっけ、あれ黒猫山本出た、山の中だ、クソ出ねー、ちょっと出ない。あ、そっか、自分であれだ、自分であの、あ、地元の方、自分で送ったこの送り状があるんだ、これ見ればわかる、自分で住所を手で書いたから。もちろん私の自宅も書いてあるんで皆さんには見せられないんですけど、あけぼの東町11-1、あけぼの東町11-1、11、ありがとうございます。見せて、あけぼの町、あ、東町だ、東町、おう、11-1と検索。何が来るんだろう、ついでだから見ていきますか。東の方でしたね、確か川沿いでしたよね。唐津城ですか、手振る、どっちから来るの、植民地。なんか対抗してカエルが鳴き始めた。宅急便、
停車、あの車が、まあ確かに車に気づかなかったらやばかったかな。あ、特急だ、特急スーパーオーク3両、あれ持ってきたやつと同じタイプ3両で、多分一番後ろがあれ自由席です。さっき私が乗ってきたのそうだった。撮り鉄、乗り鉄、今のが特急スーパー沖の何号か、鳥取行きですかね、あれは3両。そうだから、あの自由席がですね、最初新山口から山口まで乗るときは結構混んでました。山口でみんな降りたけど、でちょっと iPhone が電池切れそうなんで充電しときます。乗り鉄、私はなんか半端取り鉄、半取り、秘伝家、神経質な気違い、ちょっと待ってください。何中聞きながら、リス中、よいしょ、このままポケットに両方入れて、そう、もう4パーとか3パーになってたんで、うん、ご飯大丈夫です8時まで、最悪8時と言っといたんで、ケツ破けたのもう脱ぎました。すんごい避け方してました。ラジコで、よいしょ、充電はポタファイじゃない、なんだっけ、モバブで、モバイルブースターってやつです。最近このモバイルブースターは何かの製品とセットで売られてて、そのセットの方が安、本体買うよりもモバブー単体で買うより安いらしいですね。王将ですか、大阪王将か。私はあの大阪王将と京都王将で、京都のはやっぱり食べ慣れた味なんですよね。大阪はなんか違う、間違うの違うじゃなくて、食べ慣れてないやつだった。夜ご飯は宿の料理なんで、なんか地元的な食事が出るの期待してます。今日昼2時過ぎ、2時半ぐらいかに電話して夕食 OK でしたからね。ツイートで、うん、多分そうなります。部屋配信は多分しますけど、サチミのネガメ、これ上のニコンはちゃんと左から右なのに。マスターから萩までの予定です。ライト、ハヤシライスとカレーライスはどうだろうな、微妙だな。ネガメ近くだったらそれはそれで面白い。私の声ですか、私の声は、あ、声が誰かに似てるって言われたことはないな。電話で聞く限り私の声と父の声はほとんど同じらしいです。うん、宿配信は部屋配信ぐらいはします。ん、何の中華、あ、ツイッター、ん、今日はあの宿を取りました。雨が降ると思ったので、秋吉田やっぱ行こうかな。秋吉田行ったらもう福岡まで走るっていうのは多分間に合わないんで、うん、民宿です。民宿みそのさん、緑、あ、なんだっけ、ニコ生で有名な人ですよね。見たことないので何とも言えないんですけど、つまりニコ生の超有名人でしたよね、確か。テラー、テラー、2食4200円、いや、今日5000円でした。2食付き、2人部屋とかじゃないですかね、それは値段的には。あの、1人で泊まるときと2人で泊まるときって値段違うところが大半なんで、ということではないのかな。
児玉さん。ニコいかにもニコ生っていうあの世界は私は知らないでおこうと思ってます。鍾乳洞、多分宿配信は今回一人部屋なんでやると思います。明日の放送秋吉台は家具から山の方に入っていってまた海まで戻ってきて何十キロだっけな100キロないはず。宿配信は9時10時ぐらいですかね。あでも遅くつくからもうちょっと遅いか10時過ぎ。予約？夕食配信は多分みんなが食べるとこだと思うんでできないと思います。まあできたらやりますけど、あと食事がよっぽど豪華じゃないと皆さんまた毒舌だから皆様毒舌でいらっしゃるのでなかなか配信はしづらいんですよね。みたいなカレー。明日は9時ぐらいかな多分。そう一泊二食5000円ですからっていうのいちいち言わなきゃいけない状態がめんどくさいんですよ。全く皆さんも叩くのお好きだから絶対に言うだろそれ。そう小無限か。なるほど食事配信が小無限ちょっと斬新だな。へこむ宿の値段と本当は例えば収容人数ができるだけ少ないとかそういう考え方もあるんですけどね。そんなこと言いまくってでしたっけ。15-3、今日の宿ですかね。ここからまだ2、3キロだか3、4キロだか走らないといけない。宿から民宿から配信は10時過ぎぐらいにやるつもりです。イワシと余ったボンベはあれなんて店だったっけ。あ宿だったっけ。去年の霞なんとかっていう町で月って名前がつく宿だったと思うけどあそこで引き取ってもらいましたね。余分なガスボンベ。晴れてます。リアリズム左折駅の反対側通る道ですかね。まあこっちでも前来た時はここで雨宿りしましたね。でこれの確か向こう側にある、なんだっけ田舎料理の店に行っておすすめのところにでなかなか美味しかった。柚子が入ったなめこ汁がえら美味しくて2回おかわりしたっけ。マスターこれ左入ったとこが駅かな。配信なし出力感あれでしたっけ。これが増田駅。あれ前駅前寄ったっけ。確か駅で雨宿りしながら食事の店を探したんだったかな前回は。去年10月とか11月だか。夕涼み増田駅前。あ本当だ大阪王将ありますね。本田原これが増田駅です。向こう側もっと太い道があるんですけどね。同じ駅今来てたのか。お客様今日は何がなす大阪王将だ。私は大阪王将より京都王将の餃子が好きだったんですよね。おー餃子大阪王将ってこんなのがあるんですね。
元祖焼き餃子210円。大阪王将だね。ですね、大阪王将。関東にある王将ってどっちなの？うん、関東は京都の王将ばっかりだと思いますよ。私はあの神奈川県では今のところあの大口駅の近く の京都王将の餃子が一番好きです。なんか微妙に違うんですよ、餃子が。でも最近また普通になったかな。前はなんかあの餃子の皮に少し味がついてる感じで、あ、これ美味しいなと思ったんですよ。なんだっけ、飯川皇帝とかいうのは京都の王将では言ってました、少なくとも。麺行かない。あれはマスシンというのは増田信用金庫ですかね。お、あれ？さっきと逆向きだよなあれ。いや逆に今さっき見たやつだ。結構止まってたんですねここで。で宅急便の営業所はすぐ近く。今時間は6時半か。宿に着いたら先に風呂入らせてもらって、その間に食事の、あれ行き止まった。もしかしてこの車の人も行き止まりになったからかな。結構めんどくさいですね。前回もそうだったっけ。あれ、うん、やっぱ抜ける道ないな。私と同じ目にあった車ですね、今の人は。なんか抜けたら怒られるんだろうな。車が何だから、車社会だから。あ、あそこ鈍行の赤いやつもいる。あの赤い車両かなり古いですよね。結局うん通れないみたいですね。こっちでどうだ、全部渡るのがだけですよね。あ、そうか、これカメラ下向いてるのは多分 GoPro が若干重いだけで、ヘルメットがちょっと前傾いてるな。本当にこのハウジングに入れるだけでこんなにも重さというか、多分重さだけじゃなくて重心の位置が違うんですね。多分私が今取り付けてるやり方がかなり重心が低いからまだ大丈夫なんだと思う。やっぱりハウジングに入れてくっつけると重心が高くて重たい。朱色、うん、なんか朱色っぽいやつです。赤いというか朱色ですかね。飛ぶく、ハウジングというのはケースのことです。 GoPro というビデオカメラの防水ケース、本当にすごい防水で水の中に入れても大丈夫です。まあ、私が今使ってるやつは違うけど、八王子聞こえてるから言うなよ、聞こえてるからコメント打つなよ、聞こえてんだからいたたまれねえ。ヘルメット中学生とか言ったらもろに聞こえてんだから通報されるから。本当に140もあります。そんなもんでしたっけ。いたたまれないからそんなコメント書くな。左折、あ、左ですかね。今こう来たから、いや右折じゃないですか。今こう来て線路渡ってきたからこっちですよね。本当に聞こえてるんだから。右折ですよね。いやどうだろう。GoPro はどちらかっていうとあのエクストリーム系メインですからね。ここまでダラダラしたやつは映像はちょっと GoPro である必要性もあるかって言われると特にないし。ヘルメット。
本当に聞こえてるんですよ。あった、宅急便。今日の昼2時以降に到着してるはずです。2時までに到着してたはずです。ささやきモード、あー、この辺りのビジネスホテル今日全部いっぱいのはずです。これか、ん、何だけ見てる。そしてこうやって見ると交通事故っていきなり書いてあってびっくりするような、あの白いスプレーで書いてあるやつ、交通事故ゼロが隠れてますね今。なんか落書きされたみたいに見える。あ、いや、ライブリオってわけじゃないです。ライブの映像も GoPro で撮ってるってだけなんで。じゃあ受け取っていきます。でどこでこれにもつけるかな、あっちつけるか。まあいいや、とりあえずここに置いて入り口移しときます。私が荷物受け取ってくる様をご覧ください。加速する、嫌だよな。その音は、今からこれを自転車に積むかと思うとうんざりする重さだな。ただでさえ今そんなに軽くないのに。じゃあいっか。そう、今だけでもあの普通の重さあるのに。運ぶ、いろいろくっつけますよ今から。いや、あ、そうか、このまま積んでいく手もあるな。あとであの明日は積み直すとして、お、人がいる。このゴム紐のやつがあるんで、意外と段ボールは、いやでも積めばいいかな。箱の処分考えると、さっきあの箱の処分後でお願いしますからって言って出てきたんで、宿まで配達。どうする、どうする、どうする。
今両方に荷物あるから左右に多少ブレても大丈夫だから、やっぱり積んでいくか、このまま。このままですかね。これどこから引っ掛けてたっけ、いつも。あれ積み方忘れた。あ、思い出した。思い出した。あ、ここに、ん、住所。あ、映ってたか。やばいやばい。まあ、私の家の住所本当は大丈夫なんですけどね。マンションの中だし。アパートというかマンションというか。住所剥がしとくか、じゃあ念のために。いや、剥がしても下に結局ある。いや、大丈夫か。お、なくなった。お前ら酔いあんだせよ。ですね。持ち入れ、本当にそうなんですよ。確かに差し入れそうな箱だ。よいしょ。よいしょ。まあ、タイムシフトの方は大丈夫かな。うん。GoPro の方は映ったと思う、多分。そうそう、コメディのやつ。で、こうして、うん、硬いタイヤです。なかなか削れないという噂で。よいしょ。うん。ありがとうございます。あれ？汚い字だな。あ、汚い字はですね、自覚あります。イエス。自覚してるから。どうしようかな、これ。こっちでちょっとぐるぐる巻いてから、調整してから後ろにかけるか。でもこれもですね、ちょっと。荷物逆です。そう、わざとわざと。よっと、よいしょ。空気読め、空気読めか。よいしょ。こうして、で、これをみちゃんに書き込む。お属セット揃います。だ、よいしょ。これで大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。途中で落としてトラックに引かれるよ。トラックに引かれたら悲惨ですね。旅行台なし。どうだろう、これ。そう、ゴミ糸紐です。フレームの何が入ってる、夢とかが。いいですか、そんな話。別にキャンプ道具が入ってます。ゆっくり走れば OK。 お尻が大きい自転車ですね、うん、かっこいいわ。揺れるけど大丈夫かな。自転車で宅配トラックを運ぶなんてすごいな。ロボさんが今から宅配に行くちょっとこれ、でもこのぐらい傾けても大丈夫かな。で、ちょっとカメラの向き大丈夫かな。よいしょ。うん、これで多分走れると思う。でも確かに道路にこう荷物ぶちまけたらえらいことですよね。宿、いや、そこまで近くないです。ですね。宿、そう、キャンプはまあ荷物はそれなりに大変です。宿どこだったっけ。あ、宿の場所が。あと多分 3,4 キロだと思います。民宿出た。あれ違う、恵比寿が出た。恵比寿じゃなくて味、あった、味噌のこれだ。民宿恵比寿の近く、すぐ近くなのか。民宿恵比寿にも電話したけどそこは空いてなかった。距離は 3.4 キロ。うん、黒猫の人みたいだな。今来た道をずっと、何の荷物、キャンプ道具とか、いろいろ、充電器とか、着替えとか、今ここで、よし、じゃあこれで行きます。荷物が落ちませんように、本当に、結構不安はあるんですよ。
後ろのこの引っ掛け方も 100% 大丈夫な状態じゃないとし、サドルが何ですか、サドルがちょっと避けてますけど、新幹線は7時半ぐらいの新横浜発ののぞみに乗ってそんなに混んではなかったです。隣に人はいたっけ、あ、来て、いたいた、途中どっかから名古屋かどっかから人が乗ってきたな、結構名古屋で混むんだと思ってちょっとびっくりした。さて、明倫堂ですね。さて、慎重に行こう、後ろ揺らさないように。これ本当にグラッとやったら取れる可能性あるんで、落ちてもまっすぐ転がるようにしとかないとな。うん、宿行ってたら一旦終了です。でも自転車でこの宅急便のマークがついてると、最近本当に自転車で運んでる宅急便の人いますよね。宅急便の人っていうか配達員の人、うん、あ、軍手を片っぽ忘れてきたような、あれ、ポケット入れたっけ、ちょっと待って、手突っ込めない、あ、ポケットに入れてた、よかった。軍手なんで、いろいろやろうとすると、配信もやりたいし、キャンプもやりたいし、自炊的なこともやりたいし、で、着替えも2日分は丸々持ってるんで。メール便、なんかでかいのありますよね、自転車でやるやつ。ありますよね。あ、トレーラーに積んでましたっけ、宅急便は。家出してる。40歳過ぎて家でもないよな。配信なし。うん、このぐらい運べ、あ、なんか、パタパタって言ってもなんだ、なんか落ちなかったか、大丈夫か。どっか、今ちょっとですね、ウエストバッグの紐が手にパタッと当たったのと、多分別の車がなんか踏んだパキって音が重なって、なんかの手をかすめて何か落ちたように思ったんですけど、多分大丈夫でした。びっくりした。箱がなかった時に、前それでテント落としましたからね。今この状態だったらテント単体では絶対落ちない。落ちるとしたら丸ごと。車に悲惨だな。道路工事ファンサービス。そう、北の大地にテントの種を植えてきたので。今頃2、30人入れるテントになってるはずです。4つ、あ、つか、ポプラありますね。ポプラ山陰に来た時に結構助けられてます。そう、忘れ物多いんですよ、本当に。そう、ん、ちっちゃくないは何が、回線はフォーマーを解約してフォーマーを残してます。フォーマーの新しい回線を MNP 経由で作って、 MNP 経由で持ってくるととてつもない割引が入るので、月々サポート、2年間でトータル10万円近く。ただしそれにいろいろ MNP 元を買ったり、あと新規端末契約したりしたのにかかったお金を差し引いて、向こう2年間でトータルマイナス6万円分ぐらいだと思います。あ、ポプラはどこだっけ。そう、 MNP は優待しすぎですよね。間違ってるけど利用させていただきました。多分来月から向こう2年間はフォーマの月々の支払いが、いくら引きになるんだろう。10万を2年間で割ると月々5000円弱、4000円弱か、4000円弱ぐらいの値引きになるんだから2000円台になるんじゃないかな、毎月。
多分。なので非常にうまみがあります。まあ3000弱ですかね。今まで月々6800円だっけ、そう使い放題で、ただし向こう2年間だけです。いや賢いっていうか何ていうか、人から教えてもらいました、いろいろと。ん？速度？あ、通信速度ですか？いや、普通のフォーマーと同じなんで、ダウン方向であれば速くて7メガ台でしたっけ？ 2 年過ぎたら6000何百円になってしまいます。まあその頃またいろいろ事情変わってるでしょうけどね。例えばワイマックスが全国で使えるようになってるとか、山の中でも使えるようになってるとか。うん、同じことできるのかな。そうそう、そういうのがつい最近までできてたんで、 MMP さすがにその頃は是正されてるんじゃないですかね。いくらなんでも昔から。ソフトバンクからドコモに移りました。ソフトバンクのプリペイド携帯から。そのプリペイド携帯もその解約金がかからないのは最近までだったんでしたっけ。ほら、怒りよ。気温18度で下がってる、まあ、それでも十分暖かいですけどね。マリオさんは今多分外用の回線持ってないですよね。使い放題のやつは少なくとも。プリペもですよね。GoPro ちゃんと録画できてるか。できてる、よし。できてる、できてる。でも今教えたって間に合うんでしたっけ？今は無効をうまく使うのが勝ち組。勝ち組、なんか胸張って言えない感じはするんですけどね。キャンプいつまでなんでしたっけ？携帯私は、そう、携帯のプラン。ドコモの窓口の人ですら間違うぐらいだし。よっと。管理の人いらっしゃいませ。わ、ちょっとやばいな、これ止まっとくか。動きながらすれ違うの危なすぎる。被害を与えてしまうから、こっちが。すいません。もう気持ちいい学生さんですね。あ、風力発電。リコですね。本当ですか。宿まであと2キロぐらいじゃないかな。こんにちは。お、挨拶された。挨拶された。そう、私顔が怖いからいきなりすいませんとか言われる。何の脈絡もなくすれ違った子供にすいませんって言われる。そう、不審者対策。先手を打って挨拶するってやつですね。2キロ食いましたかね。嬉しいですよね。ラジオ頭に砲台乗っけてますからね。どうでしょう的に言うとドーンって感じで、いやドーンって感じじゃないな、頭にバズーカ。そうなんだろうと思うけどな。カメラを、ですよね、確か。不審なものであればあるほど挨拶されやすい。ん？ニコ生引退は何が？よっと。挨拶は大事よね。で、ちょっと今しばらく歩道を走らさせてもらってます。ゆっくり走ろうと思って、ゆっくり走っても迷惑にならないようにと思って。前を無視したことがひどい。
でもまあ確かにびっくりすることありますよね。客観的に見て、それは否定しない。これは素直に国道沿いに行った方がいいかな。これは木は食ってないです。宿2食つけてもらってます。まあ国道沿いにまっすぐ行ったらいいか。海、ああ多分、こんばんは。まだ少し明るいです。もうそろそろ川棚、今ここは、島根県のはず。まだ増田市サンクス、サンクスあったっけ。カツ丼、どれのことだろう。荷物ずれてない。なんか妙に何の匂いだこれ。飯食べてます。なんだろうこれ、あそこに置いてある材木の匂いかな。なんかちょっとあのいい香りが。安倍産業なん木材生産部ってあそこか。この匂いは向こうから風吹いてるし。明るいです。6時半ですよね今。いや違う、もう7時か。7時すでもまだこの明るさか。やっぱ違うな関東とは。あそこにあるのは山田電機ですね。1キロですかね。2年は確かにそうなるな。確かにそうなるな。昼飯明日はまあタイミングが合えば。あ、そのためにガスボンベ調達しなきゃ。1本単位でガスボンベ調達しなきゃ。あ、じゃああれだ、100均見つけたら入っとかなきゃダメですね。100均だったらガスボンベ1本売ってますよね。3本セット以外売ってませんっていう。ああ夕焼けすごい、ちょっと真っ暗。夕焼けこれ見えないかな。あーあそこ夕日が当たってる風車。あ、延長、あ今来た。キャンドゥあります。キャンドゥ、キャンドゥそこにウォンツっていうのあるけど、カツ丼とうどんいいですよね。夕焼け、あの建物の向こうなんだけど、もう目の高さじゃ見えないかな太陽は。焦りようですね。すごくあの薄いひしがれました。あの時海出られるかな。これ自転車スペックマウンテンバイクです。緑色です。おお、あそこは向こうは明るいんだけどな。 UB っていうのとベスト電機の看板が邪魔ですね。いや邪魔とは言わんけど、向こうに回り込むのは間に合わないかな。しかもこれ今歩道走ってるから急いじゃまずい。これはいや通信配信です。 FMLE が繋がらなくなっちゃって。97円。あ、エメラルドグリーン、いやどちらかというとビリジアンって感じです。夕日が見えない。多分これちょっと夕日見える位置まで行けないですね。19時か。ユニクロのこれですよね。 あれか、違う、あれはドリームランド。宿そういやどこなんだっけ。もう過ぎたかな、もしかして。何が分かる。ちょっと今すいません、歩道走ってるのは後ろが。ダメだな、見えないな。もうそろそろ沈んで、あ風車に当たってた夕日も見えなくなった。というわけで夕日は見られませんでした、残念。日がもう沈みましたね、ほぼ。ローソンの手前
ローソン、ウエスト、そう、郊外地のメーカー、車社会だな。順天堂もありますよ。あ、前方 500m に100均ショップがありますか。ショッピングエリアのどれだろう。ベスト電機、春山、イエローハット、ドリームランド、あ、お迎えありがとうございます。宿まであと5分も数分じゃないですか。すぐ近くじゃないですか、今おそらくは。奥のまだ先ですよね。宿は、ガスボンベ1本単位でお探しです。もう1本単位で売ってるんだったら200円だって。あ、ローソンの手前、宿もそこですね。こんにちは。お、今来た人いらっしゃいませ。サドゼルか。今日は40キロぐらいだと思います。そこの方はいてもおかしくない。犬タオル。え、あれのこと？天気はなんとか大丈夫です。ちょっと今日降られたけど。あ、リンガーハットじゃない、長崎ちゃんぽんがある。長崎ちゃんぽんという名前の店がある。へえ。あ、コンビニ1本で売ってますかね、普通に。確かに売ってるかもしれない。もう夕日は沈んでしまいました。そう、お尻が破れました。カレーがなんとかカレーディスられてんのか。カレー、あ、そう、最近太ったみたいです。体重はなんかそんなには変わらてないんですけどね。今65キロぐらい。いや、でも前に比べたら増えてるな。前60キロ前後だったから。スーパーランドリー。あ、そうそう、ここ船渡別荘って、ここも安いんですよね。2食付き3300円とか。でもこれ確か、あの、何人なんだ、4人以上の大広間で泊まった時だったかな。で、あそこにローソンがある。で、恵比寿があるから、宿はん、何の中にあった味噌の泊まるのは こっちのあれ、あの黄色とオレンジの看板のここ思いっきり中華料理って書いてあるな。で、お客さんも入ってるな、たくさん。すごい、完全に中華料理屋さんだ。でも3300円は条件があったはずです。これだ、テントじゃなくてここに泊まります。そう、降ってないんですよ。まあ、ボンベはどうしよう。今探してみた方がいいかな。明日でいいかな。じゃあちょっと宿泊の受付は食堂でいたしております。なるほど。ちょっとじゃあここに、あの、宅急便の箱だけ置いて探してくるか。そう、ここが今日の宿です。よかった、荷物落ちなかった。ここに泊まります。1泊2食5000円。何に喋るの。続いて、夢タウンっていうところがあるんですかね。さっきのユーミーって書いてあったところは違うのかな。夢タウン、あ、あれか、すぐ近くありますね。どうしようかな、どうしようかな。もうすぐ目の前の、あの風車のあっちの方向ですね。じゃあ、どこに。でも今日はだいたいいっぱいなんですよ。よいしょ。さっきのユミタウンってあれ、あの場所だっけ。ミスタウンっていうか、まあ民宿
ですね。食堂兼民宿もやってる。ダイソーか。じゃあちょっとこの荷物を貸してもらって行ってきましょうか。風がちょっと冷たくなってきたな。田舎は競合がないから高いよ。競合、そうですか。割と安いイメージがあるけどな。あ、地元の方いらっしゃいませ。貸してみようと言って。この先。あっちの方か。渡る場所がないな。でもここもいい雰囲気ですね。夕日はなんかの価値じゃないですかね。あれか、あの夕日ってやつか。で、あん中にその100均ショップがあると。まあ多分100均じゃなくても売ってんだろうな。で、信号ないので渡らせてもらいましょうか、どっかで。設定とは。お、待った。あ、そうだ。関東も真っ暗ですよね。よし。夢タウン行きます。食べてる。何それ。宿にはもう着いちゃいましたけど、ちょっとボンベを1個買っとこうと思って、今のうちに近くの百均探して。実際より、多分そう思います。おそらくは。ナウ。カメラだから多分あると思います。何でもあるのこの辺り。え、こんなに百均あるんですかね。こんなか、こんなか。カッパ、いや、カッパはもう荷物の中にあるんで大丈夫です。ダイソー発見、夢タウン内にあり、ダイソーが中に入ってます。あ、100円ショップって書いてあります。2階にあるな。じゃあ、これ待ってもらってても宿に着いても終わりなんで、ちょっと場所として半端ですけど、ここで放送終わりましょうか。別に宿まで引っ張らなくてもいいと思うんで、じゃあ一旦ここで終わらせて、私は宿にチェックインして。バリエーション変えてきた。タナコ、へえ。じゃあこれで放送の方は終わります。まず録画できてるよね。じゃあお疲れ様でした。また宿で多分10時過ぎぐらいには放送します。ではまた。じゃあお疲れ様です。よし。